伊てメガネとは、ソーシングとしてかけるメガネ。だてメガネの場合、視力の補正や遮光など、メガネの機能を目的としていない。そのため旅なしのレンズがはめ込まれているが、レンズそのものがないタイプもある。語源は、立つで、これは、目立つや、男が立つという、引き立つという意味。昔から、 メガネは男を3分あげると言われ、男性がメガネを装着すると3割増しで男前になるとされる。なお、おしゃれのために目にかけるものといえば、サングラスも同様のようであるが、サングラスには遮光のために必然的にかけなければならない場面が想定される。反面、伊達メガネは見栄えが純粋に目的なので、この点では、一般的なサングラスは、伊達メガネには分類されないと考えられる。 対して、メガネは女を3分下げると言われる一方で、メガネをかけている女性、メガネ、娘も人気があり、メガネをチャームポイントとするタレントやアイドルも存在する。昭和3年の書籍にもすでに、ある劇場で女優を募集したところ、メガネをかけた写真を送ってよこしたものが数名あって、しかもそのうち2.3人は、視力は悪くないと自ら申告してきたという事例が、 紹介されている。心理学者の富田隆史は、伊達メ眼鏡は仮面を被るのと同じであり、コンプレックスを隠すために行い、周期的に流行すると分析している。普段は、ド付きの眼鏡を使用している芸能人の場合に、レンズが光を反射して、テレビ映りが悪くなるとして、コンタクトレンズを着用した上でレンズなしの伊達メ眼鏡を使用する人物も存在する。眼界により、 だてめがは処方されることもある。目に異常がないのにもかかわらず視力が低下する、心因性視力障害では、背景にメガネに対する憧れがあることがある。メガネ願望による、心因性視力障害は、小学校3から4年生の女児に多く見られる。遠視のレンズと近視のレンズを重ね合わせて、旅のない状態を作り出す、トリック検査で視力が出た場合には、伊達眼鏡を処方して、 漢字のメガネ願望を叶えてやることが治療に有効である。ありがとうございます。